こんにちは。デント2020と5000の5000です。今回は関西を走る電車の列車たちの第1弾として紹介します。今回は近鉄と JR 西日本のみです。阪神、南海、阪海は後ほど紹介する予定です。まず近鉄22,600の ACAS です。ご覧の通り、特急名古屋行きでヘッドマークも装備しています。いや、まあ新塗装も買いたいけど、値段が超高いから、さすがに買えません。続いて近鉄のシリーズ21です。こちらは9020の2両編成の方かな。まあこちらは2両編成、もう一つが近鉄シリーズ21の6両編成9820。まあ行き先は阪神直通の快速急行三宮に行きにしています。こっちが急行奈良行き急行にしています。もう大切なキュンの、ま、ステッカーもどちらも貼り付けてます。次は近鉄の1300かな、まあ VVVF のやつですね。こちらは2両だけで持っています。こちらは近鉄5800。これはまあ実は言うと2004年にとは友人からいただいたものです。まあ直接まあ交換工具でもらったものですね。続いて前回紹介したサンライズ XS285、 こちらはまあ前回紹介したけど簡単に、こちらは321の京阪神観光線と学研都市線で、こちらはもう7両編成。こちらは鉄コレの紀新線のキハ122ですね。こちらもとある友人から、譲渡でいただいたものだけど、これの場合は、まあ、余ったものを鉄コレ第28弾で余ったものをそれいただいたっていう感じです。とある友人からいただいたものです。続いてこちらは新快速の223。まあ本当は電鉄ポジションの方をつけたいけどね。で最後は新快速の225、かっこいいですね。まあ1両しか並べてないけど、まあこちらはご了承ください。まあ こういう感じですね。新快速のどちらも姫路行きにしてますね。まあこれで新快速20、そして223顔がご覧の通りです。まあ第2弾は後ほど紹介します。ではそういうことでデント2020-5000の今回の紹介でした。それではさようなら。